2022年2月24日に始まったロシアによるウクライナ侵略戦争では、その初期において戦果を上げていたのはドローンによる攻撃だったよね。首都キーウを包囲しようとしたロシア軍の車列に対して、ウクライナ軍のトルコ製のバイラクタル TB2 などのドローンによる攻撃が効果的だったよな。この時からドローンの効果が見直され注目度が高まったもんね。そうだね。さて今回は、ウクライナ軍がオデーサ上空でロシア軍のイラン製ドローンを撃墜したことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ウクライナ軍のドローンによる攻撃によって、ロシア軍の戦車や装甲車が破壊される動画が SNS などに投稿されて配信されるたびにその効果を賛辞する報道がなされ、ロシアの不法な侵略にダメージを与える様子が世界中に公表されていたんだよ。兵力のみならず戦車数、航空機数など装備を置いても、ロシア軍と比べて圧倒的に劣るとされていたウクライナ軍は、一般的に監視用として使われる小型の消費者向けドローンから、中型とされるトルコ製バイラクタル TB2 まで様々なドローンを駆使してロシア軍を苦しめていたみたい。しかし、ロシアは、ウクライナ侵攻の最初の数ヶ月間、キーウ攻略に失敗して撤退するなど、ドローンによって受けた屈辱から学び地上部隊の防空システムを改善したことで、ウクライナ軍のドローンが撃墜されることが増えたため、ロシア軍が部隊を再編して攻勢を強めた東部ドンバス地方ドネツク州、ルハンシク州の戦線においては、ウクライナ軍はドローンの使用を自重していたとされているぜ。戦略国際問題研究所のアナリスト、マーク・カンシアン氏によると、侵略開始当初ウクライナのドローン攻撃が有効だったのは、ロシア軍が防衛システムを組織できていなかったためだとして次のように語っているよ。侵略が始まった当初にウクライナ軍のドローンが期待以上に役割を果たせたのは、ロシア軍が防空システムの構築を怠り、飛行戦術に必要な諸兵科装甲、歩兵、砲兵、偵察、工兵、防空が、連動した作戦システムの構築が不完全であったためだとの分析については、その他多くの軍事ジャーナリストが指摘しており、ロシア軍は2014年にクリミア併合した際にウクライナ軍がほとんど無抵抗であったことから、その実力を侮っていたことが大きな理由であるとしているんだ。ウクライナのミハイロ・フェドロフ副首相兼デジタル化担当相は9月29日に、日本の読売新聞の単独インタビューに応じ、ウクライナは7月以降、1000機以上の偵察型ドローンを新たに購入したとして、ロシアの侵略開始当初は、ロシアのドローンの運用能力が我々を上回っていたが、各国の支援もあり今は我々が優勢だと述べたんだって。また、ウクライナにはアメリカが攻撃型ドローンとして自爆型のスイッチブレードやフェニックスゴーストなどが供与され、その他にも NATO が採用する機種を中心にドローンを導入配備し、核前線に投入した他に、7月にドローン購入の支援を国際社会に求めるキャンペーンアーミーオブドローンズを始めたことについても語り、ウクライナ政府のサイトでクラウドファンディングを活用した結果、9月中旬までにアメリカ、イギリス、ドイツやカナダなど76カ国から支援が寄せられていて、一般市民からも民生用ドローンが提供されて100機以上が集まったとも述べたみたいだな。いろいろな各国から支援が寄せられて100機以上のドローンが集まったんだね。現在、ウクライナ軍では偵察型ドローンや衛星情報などによって、ロシア軍の位置や動きを正確に把握することができており、高機動ロケットシステムハイマースから発射する M31 ロケット砲弾や、155mm 榴弾砲弾 M982 エクスカリバーなどの GPS 誘導による精密砲撃攻撃の効果を最大限に高めるために、人工知能 AI を駆使してロシア軍の装甲車や戦車などの種類、どの兵器で攻撃すべきかなどを判断させているみたい。フェドロフ氏は最後に、ドローンと様々な技術を組み合わせることで、人間の目では不可能な攻撃や防衛ができると指摘したらしいな。ロシアはウクライナ侵略前まではドローン先進国と言われていて、日本製のラジコン用ガソリンエンジンが搭載されたオルラン銃などの優秀な偵察用ドローンや、クブラや ZALAKYB などの攻撃型ドローンも運用しているのであるが、侵略開始当初のロシア軍による破壊が不十分であったため、ウクライナ軍の防空システムはしっかり機能しており、ロシア軍のドローンの多くは撃墜され2月24日から9月30日まで2000機以上が撃墜されたと見られているよ。ロシアはドローン先進国と言われていたけど、ウクライナ軍の防空システムによって1000機以上も撃墜されたんだね。そのため、ドローン製造に必要なパーツ類が西側の制裁によって輸入できなくなっているロシア軍においてはドローンの絶対数が不足し、ロシア軍ではこのイラン製ドローン車ハド136などを9月頃から戦線に投入したとみられ、9月13日にはハリコフ州クピアンスク周辺の上空で、ロシア軍が飛行させていた車ハド136を撃墜したとしてウクライナ国防省が発表しているよ。
この撃墜されたシャハド136には、尾翼にロシア語でゲラニニとの名前が上書きされていて、あたかもロシア製ドローンのように見せかけているが、その形状から明らかにイラン製のシャハド136であることは間違いなく、いよいよロシア軍においては近代兵器の在庫が枯渇しつつあると見られているんだって。また、アメリカ国防総省の幹部が9月末に CNN の取材に語ったところによると、ロシアがイランから調達しウクライナの戦場へ投入しているドローン無人機に触れ、数多くの故障などを起こしていることを示す材料を米国が握っていることを明らかにしていて、その信頼性には問題があることを指摘しているぜ。またベイカー国防副次官政策担当も記者会見において、これらイラン製のドローンについては戦闘においてロシア軍に貢献しているとは言えず、ウクライナ軍にとって脅威となるものではないと指摘したみたい。この侵略戦争において、戦力に劣るウクライナ軍が不用意なロシア軍に対して、ドローンを効果的に運用して悩ませたことから、これからの戦争はドローンがゲームチェンジャーとなるとしてもてはやす軍事ジャーナリストが多くいたが、ロシア軍の防空システムが整うにつれてその存在感は薄くなり、結局や従来考えられていたように長射程砲撃時の偵察や誘導、弾着確認などへの使用がメインとなり、ゲームチェンジャーとなりうるほどの活躍は伝わらなくなっているらしいね。日本国内においても、最近ではドローンに関連する記事はほとんど見られず、近代戦において必要不可欠な兵器であることに変わりはないものの、攻撃兵器としてのゲームチェンジャーとする評価を見聞きすることはめっきり少なくなり、ドローン侵攻から覚めることできない一部の軍事ジャーナリストの記事をたまに目にするくらいであるよね。ただ、戦場においては敵部隊の動きを確認する上で、偵察用ドローンの存在は必要不可欠であることは変わらず、そのような利用では撃墜される可能性が高いことから、前線の地上部隊には多数のドローンが必要となるらしいな。8月末以降のウクライナ軍における快進撃の陰には、ロシア軍部隊の動向を察知する多くの偵察用ドローンの存在があるとされ、アメリカの偵察衛星の情報などとの連用によって、ロシア軍の動きが手に取るようにわかるウクライナ軍のさらなる進撃に貢献すると見られているな。このように戦略、戦術だけでなくドローンの運用においても柔軟な対応を見せてきたウクライナ軍に対して、前線での各部隊の連携はもちろんのこと、部隊内の指揮系統すら機能していないとされているロシア軍は、部分動員で徴収され満足に訓練を受けずに配属される新兵が増加することで、さらなる機能低下を招くことが指摘されていて、併合したウクライナの4州すべてが奪還される可能性が出てきたとの見方が広がっているみたいだよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。